不要小看自己，因为人有无限可能。田中由紀さんが今日からもう学校には来ないことになりました。由紀ちゃん、私一生懸命やって、陽子ちゃんも頑張って。不舍好友因为家中生计暂停学业，杨子做了人生第一个决定。ご先生みたいな先生になりたい。家人是他最大的精神支柱。あなたの第一歩なのよ。太陽をすぐ近くで見ておいで。然而妈妈的病情却每况愈下。先生，お母さん死んじゃうのかな？杨子能否克服心中恐惧，完成梦想？自分で女だから仕方ないって思ったらダメ。お母さんの代わりに行ってきて。周一至周五晚间9点，美善剧场，杨子。